トレノサト初オリジナル防災備蓄品。皆さんこんにちは。 JA 石狩営農部農産振興課の千田です。トレノサト初のオリジナル防災備蓄品ができました。これです。備蓄おにぎり。市内の米農家53戸で生産した石狩産七つ星 100% の備蓄用おにぎり。味は塩と醤油の2種類で、常温で5年間保存できる理由は、長期常温保存食品という製法特許にあるようです。封を開けてみます。覗くと、へえ、びっくり。中はアルミが張ってます。中に入ってるおにぎりは出すとこんな感じ。塩味と醤油味、色が違いますね。災害時、暗い中、火も使えず水も使えず、そんな時そのまま食べれるおにぎりがあれば心の支えになるのではないでしょうか。トレノサトは平成31年3月に北海道石狩振興局に認定された石狩災害時対応ファーマーズマーケット第1号店です。備蓄おにぎりは防災食なので、トレノサトでの限定販売になります。 JA グループ北海道では毎年9月6日を防災の日としています。災害はいつ起こるか分かりません。そんな時、大丈夫と思えるよう、トレノサトの防災品コーナーをチェックしてください。トレノサトでお待ちしております。